工業とは、鉱物などの地下資源を、鉱脈や鉱石から資源として取り出す産業である。非金属、貴金属、鉄、ウラン、石炭、オイルシェール、岩塩、炭酸カリウムなどが採取される。農業で生産できない材料や、研究室や工場で、化学合成で作れない材料を一般に採掘する。広い意味では、任意の再生不可能な資源の採取を含み、 石油や天然ガス、さらには化石水の採掘も含む。地理のチュキカマタにある道光山。露天掘りでは、外周が、世界最大で深さが、世界2位である。日本は、工業法では、工業は、鉱物の敷く、採掘及びこれに付属する、先行、精錬その他の事業と、定義されており、工業法の適用鉱物について、 同法三条で定めている。音が同じ工業などと区別するために山の工業、亀辺の工業などと称することもある。石や金属の採掘は戦死時代から行われていた。現代の工業では交代を敷掘し、計画中の鉱山の潜在的利益を分析し、必要な素材を抽出し、閉山となった鉱山の土地を最終的に何かに、 再利用するところまでを含む。鉱山は創業中だけでなく、閉山になってから何年か経っても、周囲の環境の悪影響を及ぼすことがある。このため多くの国々では、鉱山の悪影響を軽減する要規制を設けている。安全性も重要な課題であり、近年では鉱山における安全は大幅に改善されつつある。イスラエルのネゲブにある、 金石平洋時代の銅山文明の始まった当初から人々は岩石や粘土、後には金属などを地表やごく浅いところから採取して使っていた。それらは道具や武器の製造に使われ、例えばフランス北部やイギリス南部で産出する高品質の角石は石器の製作に使われていた。角石の鉱山はチョークの層の中にあり、 地下の鉱脈を追って縦鉱や鉱道を掘った。特に有名な角石鉱山跡としてグライムス・グレイブスがあり他の角石鉱山と同様新石器時代を起源とする。イギリスの湖水地方にあったランデール・アシェインダストリーではグリーンストーンと呼ばれる石器に適した岩石を産出した。基地の最古の鉱山としてはエスワティニのライオンケーブがある。 放射性炭素年代測定によるとこの鉱山は4万3000年前の旧石器時代のもので赤鉄鉱を産出し赤い顔料の原料に使われていた。ほぼ同年代にハンガリーでネアンデルタール人が角石を採掘し武器や道具を作っていたと考えられている。古代エジプト人はマージでクジャク石を採掘していた。 当初エジプト人は名緑色のクジャク石を装飾や陶器に使っていた。紀元前2613年から紀元前2494年にかけて大規模な建築計画のためにエジプト国内では産出しない鉱物や他の資源を確保するために和島ゴラへの海外遠征を必要とした。トルコ石や銅の採掘場跡が和ハンモマット、トゥラ、 市内半島のヌビア人居住地域、ティムナなどで見つかっている。古代エジプトの工業は初期の王朝時代に始まり、中でもヌビアの近郊が最も大きく発展した。これについてはシケリアのディオドロスが著作に記している。それによると、金を含む固い岩を砕く方法として火力採掘が行われていたという。 リオティント鉱山の排水用水車ヨーロッパにおける工業の歴史は古く、例えばロリウムの銀行はギリシアの都市国家アテナイを支えていた。しかし、工業を大規模化させたのは古代ローマ人で、特に多数の用水路を採掘現場に引き、大量の水を使えるようにした。水の用途は様々で、採掘現場から土や余分な岩を取り除くのにも使われた。 これを水力採掘と呼ぶ。また、採掘した鉱石を洗うのにも使ったし、単純な機械を水力で駆動した。彼らは大規模に水力採掘を行って、鉱脈のありかを探る方式をとっていた。ハッシングと呼ばれる現在では行われない方法である。そのため、多数の用水路を建設して、水を供給し、 採掘現場に大きなため池やタンクを作って水を蓄えた。満杯になった水を解放すると、その流れの力で土が洗い流され、金脈を含む岩盤があらわになる。次に、その岩盤を火力採掘法で熱し、再び水流を使って急速に冷却する。このような熱衝撃で岩盤が割れ、さらに水を流すことで岩の破片を岩盤から 除去できる。同様の技法は、コーンウォールの鈴石膏床や、ペナイン山脈の沿行山でも使われた。この技法は、紀元25年、スペインのラスメドラスにあったお奇跡層の大きな、近郊床から採掘するために古代ローマ人が、開発した。その地では、近くの川から7本の長い用水路を建設した。スペインは、最重要採掘地域だったが、 ローマ帝国全土で採掘が行われている。彼らはリオティントなどの深い鉱山で排水するために逆上車式水車を使った。グレートブリテン島でも原住民が千年にわたって採掘を行っていたが、ローマ帝国に征服されると採掘規模が劇的に変化した。グレートブリテン島ではローマ人が必要としていた金、銀、鈴、鉛が産出した。 ローマの採掘技法は地表に限ったものではなく、露天掘りが適さない場合は、鉱脈を追って地下に掘り進んでいった。ドルコチでは、まず露天掘りで鉱脈を明らかにし、次に坑道を掘っていった。坑道の入り口は特に火力採掘法を使う時の廃棄口としても使われた。同じ鉱山の別の場所では、地下水面にぶつかってしまい、排水のために、 様々な機械を使った。特に逆上車式水車をよく使った。スペインのリオティントの銅山では、16機の逆上車式水車を2つ一組にして直列に連結し、水を約24メートルの高さまで組み上げていた。それらは、甲府が頂上の羽板の上に立って、踏み車のように動かす。そのような装置は古代ローマの鉱山で多数。 発見されており、一部は大英博物館やウェールズ国立博物館が所蔵している。鉱山書を書いたゲオルク・アグリコラ産業としての工業は中世に劇的な変貌を遂げた。中世前期の工業は主に銅、製銅、鉄の採掘を行っていた。他にも貴金属を主に装飾と造幣のために採掘していた。もともと金属は 露天掘りが中心で、ごく浅いところで採掘し、行道を地中深く掘るということは少なかった。14世紀頃、武器、鎧、あぶみ、低鉄などの需要が増え、鉄の需要が増えた。例えば、中世の騎士は重い鎧や鎖片びらを身につけ、剣やランスなどの武器を装備していた。軍事目的での鉄への依存が強まるにつれ、必要に迫られて、 鉄の増産が進んだ。新たな鉄の軍事用途が登場した頃、ヨーロッパでは11世紀から14世紀にかけて、人口が爆発的に増加し、通貨不足となって、貴金属の需要も増えた。1465年、あらゆる銀行が既存技術で、排水可能な限界の深さに到達し、銀が採掘できないという危機的状況が発生した。 紙幣の使用が増え、販売信用という仕組みも使われていたが、貴金属の価値と需要は衰えず、効果の需要は相変わらず中世の工業を推進する力となっていた。水車場という形態での水力利用は幅広く、鉱石を砕いたり、坑道から鉱石を引き上げたり、大きな不意号を動かして、坑道を換気したりするのに使われた。1627年。 ハンガリー王国のシェルメツバーニャで初めて採掘に黒色火薬を使用した。黒色火薬は岩盤や土を爆破して鉱脈を明らかにすることを可能にし火力採掘よりもずっと早かった。黒色火薬はそれまで不可能だった場所でも金属や鉱石の採掘を可能にした。1762年シェルメツバーニャに 世界初の工業アカデミーが創設された。農業においてもブラウの鉄の刃のように技術革新が広まり、建築における鉄の利用の増大もこの時代の鉄生産の増大を推し進める要因となった。スペインでは採掘した鉱石を粉砕するのに引き薄などの発明を使うようになった。この装置は家畜の力を利用し、 古代の中東で穀物の脱穀に使っていた技術と同様の原理で動作する。中世の工業技法については、バイリングチーオのデラピロテクニアや特にゲオルク・アグリコラの鉱山書に詳しい。これらの本には、ドイツやザクセンの鉱山で使っていた各種工業技法が諸述されている。アグリコラの著書によれば、中世の鉱山事業者が最も悩まされたのは、 行動の排水問題だったという。行動を深く掘り進んでいくと、地下水脈にぶつかって行動が水没する、危険性が高まる。そのため様々な機械や家畜を使って、ポンプ機構を駆動するようになり、工業が劇的に効率化されていった。金星においても工業は、国王など富裕層の私的財産を築く基礎となり続けた。 16世紀から18世紀にかけた重症主義時代のドイツでは財産を形成するために必要な経営学的知識や自然科学的技術を広く包含した官房学が発達。その中でも収入を得るための知識の一つとして工業が重視され、鉱山の経営や生産に関するノウハウの蓄積が進んだ。ミシガン州の銅鉱山北アメリカでは スペリオル湖沿岸に、戦士時代の銅山の遺跡がある。先住民は少なくとも5000年前に、銅の採掘を始め、銅製の器具や、矢尻や、陶芸品が見つかっている。さらに、黒曜石や、角石や他の鉱石も採掘され、使われていた。初期のフランス人開拓者がその鉱山後に、遭遇したが、輸送手段がないため金属の利用方法がなかった。 結局、銅は主要な川を使って、大陸中で売買されるようになった。カナダのマニトガ州には、古代の石英鉱山がある。アメリカ大陸の開拓初期には、主に中央、アメリカや南アメリカの鉱山で採掘された金や銀が、スペインのガレオン船団に収容され、即座にヨーロッパに送られていた。紀元700年頃には、トルコ一市の採掘が行われていた。 ニューメキシコ州のセレロズマイニングディストリクトでは、石器を使って1万5000トンもの石が採掘されたと推定されている。19世紀になると、アメリカ合衆国で工業が盛んになり、1872年の工業法で、連邦所有地での工業開発に拍車がかかった。19世紀中頃のカリフォルニアゴールドラッシュに代表されるように、 鉱物や貴金属の採掘と牧場の拡大が西部開拓を太平洋岸まで押し進める主な要因となった。鉄道が敷設されるとさらに多くの人々が鉱山の仕事を目当てに西へと移住していった。デンバーやサクラメントといった西部の都市はもともとは鉱山町だった。九州北部では弥生時代中期後半頃から制度器生産が行われており、 中遺跡群、姫組遺跡、吉野狩遺跡、小津熊天都町遺跡など多くの遺跡で、石製の青銅器の異形が多数発見されている。瀬戸内海の淡路島には一世紀前半から半ば頃鉄器生産を行う広大な工房が建てられており、遺跡として五都町、柿内遺跡、船木遺跡が発見されている。出土品は、矢尻が多く、 当時部族同士の争いも耐えなかったことを示しているが、その後、山大国が台頭するとともに、この生産所は姿を消した。畜紫島火山地帯などは、鉱脈も豊富で、儀師和人伝によれば、和国の山には、神社があり、上弥子は、大宝軍へこれも献上しに行ったとされる。古墳時代の五世紀諸島にできたとされる、 海風王の亀塚古墳からは装飾品として、ガラスの小玉が発見されている。6世紀にはくだらから、五教博士がトラしており、工業技術の伝播がもあったと見られ、取捨から出た、アリウサンガス中毒によるものと思われる、丹野の死者の記録がある。一説に古代九州の工業は、各所の八幡田神社を拠点として発達し、口とまがい物。 薄木間外仏など山奥の石仏群は工業における死者を弔うためのもので、陽明天皇が報告の祖母山や小倉山を訪れたのも工業の査察のためだったという。当地は洞窟のお老地と人の娘がこう作ったという伝説や、ホラー穴を祭る神社や石、岩を祭る神社などもあり、工業文化の色合いがある。その他、砂鉄の産出や、 たたら製法も盛んだったと見られる。また、朝鮮半島の未マな、カラ諸国の遺跡からは、日本のマガタマが発見されており、貿易によって利益が得られていたことは、当然に考えられる。アスカ時代の660年に、くだらが滅びた後はトライ人が増え、鉱山開発や、生成技術の発展を促した。白木系トライ人は河原岳などを開発した。 奈良時代の708年には、秩父の銅山が発見され、和銅海鎮などの貨幣が製造された。また745年の東大寺の奈良大仏政策については、銅約449トン、鈴約8.5トン、金約440キログラム、水銀約2.5トンが消費されている。万葉集に、仏作る、増したらずは、 水たまる池田村が花の上を掘れの歌が見られる通り、神社仏閣の建設や貨幣の鋳造に必要な工業は、大和政権が大きな関心を寄せるところであった。平安時代の校長12戦などの海中も工業が支えていた。また、主社と水銀に関する規定は、神社の格式を決めた演技式にも記載され、伊勢神宮地域の入港山も、 その一大産地であった。1309年に発見され、世界遺産にも登録された岩見銀山は有名である。1610年創業の下屋国足与銅山では、長期にわたる深刻な鉱毒被害も発生した。江戸時代には洋を使った着火用の付け木も流通した。日本では、1872年5月4日、鉱山心絵描きが定められ、 鉱物はすべて政府所有、国家独占となり、開催権の政府占有が規定された。1873年7月20日、日本工法が反布され、9月1日施行され、鉱山その他の工業の規則が改定され、鉱物関係全事項が工部省管轄となった。1890年9月26日、工業条例が、交付。 1892年6月1日施行された。1892年3月16日、農商務省は、工業警察規則を交付した。1905年6月22日、改正交付。1905年に、工業法が3月8日、交付、7月1日施行された。1905年3月13日、工業、帝当法交付。 7月1日施行。1916年8月3日、農商務省は、交付労役扶助規則、工業警察規則改正を交付、いずれも9月1日施行。しかし1918年のイギリス人の、ハンスハンターの大勢金山でも、鉱毒被害が発生した。1939年3月24日、工業法が改正交付され、 工業権者の無価失損害賠償責任及び、公害調停制度が新設された。単純化した鉱山世界地図別の鉱山世界地図交代の発見から鉱物の採掘、さらにはその土地を自然な状態に戻すまでの工業の過程はいくつかの段階からなる。まず交代の発見は、敷掘や鉱物探査を行い、 鉱石が見つかったら、鉱脈の位置と範囲を確定する。この時、鉱石の品質を推定し、数学的に資源量を推測する。この推定によって、鉱山開発を本格化する前に採算に合うか、どうかを判断する。さらに技術的要素と経済状況を勘案し、鉱山として開発するかどうかを決定する。 開発が決定すると採掘した鉱石を処理する各種設備を建設し掘削を開始する。掘削と鉱石の回収は採算が合う間は続行される。採算に合わなくなると採掘をやめてその土地を将来別の用途に使えるように自然な状態に戻す作業を開始する。工業技術は露天掘りと地下掘りの2種類の掘削技法に分類される。 地表掘りの方が産出量が多く、アメリカでは85%の鉱物が露天掘りで採掘されており、金属鉱石では98%に上る。採掘対象は大きく2種類に分けられる。氷砂鉱床は鉱物を含んだ砂礫層や他の固結していないお積層に有用な鉱物が含まれているものを指す。鉱脈鉱床は鉱物が 鉱脈の形で地層の中にあり、鉱物は硬い岩の中に含有されている。氷砂鉱床と鉱脈鉱床のどちらも露天掘りの場合もあるし、地下掘りの場合もある。氷砂鉱床の場合、洗い鉱桶けなどの重力を使った先行法を使う。不要な砂流などを取り除くため、洗ったり揺すったりする。鉱脈鉱床の場合、 鉱石を粉砕して粉末状にしないと先行できない。粉砕後の先行法には物理的手法と科学的手法を組み合わせて使う。ウランや気道類元素の鉱山では原市抽出法などのあまり一般的でない技法が使われる。抽出対象となる鉱物は可用性でなければならない。すなわち塩化カリウム、塩化ナトリウム、硫酸ナトリウム。 酸化ウランなど水溶性のものが対象となる。露天掘りでは、地表の土壌や植物、場合によっては岩盤を取り除いて、交渉をあらわにさせる。地表掘りに分類される、採掘技法はいくつかある。オープン、ピットマイニングでは、地表から大きな穴を掘り下げていって採掘する。採石場も一般に、露天掘りで、建材用の石を採掘する。 ストリップマイニングではオープンピットのように掘り下げず地表に近いところに沿って存在する鉱脈を追って採掘していく。マウンテントップリムーバルマイニングは石炭の採掘によく見られ山の山頂や稜線に沿って採掘を行う。氷砂交渉は地表に近いところにあることが多いため露天掘りされることが多い。ランドフィルマイニングは ゴミなどを埋め立てた場所を採掘し、何らかの資源を取り出す技法を指す。ドイツガーズワイラーの近くの露天掘り地下掘りは、坑道や縦坑を掘り、地下の鉱脈を採掘する技法である。採掘した鉱石や不要な岩などは、坑道や縦坑で地表まで運搬する。地下掘りは、坑道の種類や、掘削方法で分類される。日し掘りは、 水平方向に坑道を掘っていく方式を指す。斜高掘りは斜めに坑道を掘っていく方式。縦坑掘りは垂直な縦坑を掘っていく方式である。他にも、シュリンケージストープマイニングは、地下の部屋から髪型に向かって掘り進んでいく場合を指し、お酒部採掘法は鉱脈に沿って、坑道を掘り、その壁面から一斉に採掘する方式を指す。また、 交渉が広く分布する場合は、上の重量を支える柱を適当に残しつつ、部屋を作るように掘り進める柱房式採掘法もある。柱房式採掘の最終段階では、柱を取り除いて、 人為的に落盤させ、上の岩盤に含まれていた鉱石を採取しやすくする、リトリートマイニングという手法を使うことが多い。アラスカのブルーリボン氷砂鉱山金を含む砂礫を鉱石部類に放り込んでいるところ、工業では採掘や選航に大型の機械を必要とする。また閉山時に埋め戻すには、鉱石以外の岩も保存しておく必要がある。ブルドーザー、ドリル、 爆薬、トラックなどが採掘には必要である。砂鉱採掘の場合、砂利や堆積物をホッパーと振動スクリーン、または鉱石部類からなる機械に投入し、鉱物とそれ以外の成分を分離させる。そして、洗い孔を受け、またはジグを使って、鉱物を集める。大型のドリルは、縦孔を掘ったり、採掘場で採掘したり、分析用のサンプルを採取するのに使う。 トロッコは、鉱夫や、鉱石の運搬に使われる。地下掘りの鉱山では縦坑にリフトを設置して、鉱夫や鉱石、さらには、掘削機械などの運搬に使う。露天掘りでは、大型トラック、油圧ショベル、クレーンなどを使って掘削したい輪や鉱石を、運搬する。処理加工工場では、大型の破砕機、粉砕機、反応炉、賠償炉などの機械を使い、 鉱物の成分を集め、必要な化合物や金属を、鉱石から抽出する。金属精錬は、夜金爆の中でも、鉱石から価値のある金属を精錬する方法で適切な、工業製品への道筋を立てる分野であり、特に電子、化学的、または、力学的手段を研究しているが、炭鉱学と違い地球物理学から遠のき、むしろ機械、電子、 エネルギー産業分野で精密な合金設計が展開されている。先行は、夜金額の中でも、粉砕し洗浄することで、脈石と価値のある金属や鉱物を分離しやすくする手法を研究する分野である。ほとんどの金属は、鉱石内で酸化物、または硫化物の形態で存在するため、金属を取り出すには酸化還元反応などが必要になる。そのために、 科学的な精錬法や電気を使った精錬法を使用する。露天掘りの炭鉱からの酸性の排水により水酸化鉄が流れに沈殿している。工業における環境問題としては侵食、地面の干没、生物多様性の喪失、土壌や地下水や地表水の化学物質による汚染などがある。場合によっては掘り出した土や岩の置き場所を確保するために 周辺の森林を伐採することもある。環境への被害だけでなく、化学物質による汚染は、周辺の人々の健康にも悪影響を与えることがある。多くの国では工業に対して、環境規制を課しているが、規制が実施されていない地域も多く、工業会社は、自主規制を行っている。1992年、リオ地球サミットで、 国連多国籍企業センターが多国籍企業の行動指針案を提案したが、持続可能な開発のための経済人会議と国際商業会議所が自主規制を主張した。これを受けて、グローバルマイニングイニシアティブにより、業界団体である国際金属工業評議会が創設され、国際的な自主規制を行うようになった。工業会は様々な非営利団体に、 資金提供するようになり、その後先住民の権利を主張する戦いは低調になっている。工業は、お香と呼ばれる多量の廃棄物を出し、それらが工業における最大の環境問題とされている。例えば、銅を1トン生産するのに99トンの廃棄物を出すし、近郊ではその比率がさらに高くなる。お香は有害な場合もある。お香の多くは、 スラリーと呼ばれる、剣濁液の形で排出され、天然の谷などに作られた池に捨てられている。このような池はダム、またはフィルダムなどの形態でせき止められている。これを交際ダムという。2000年現在、全世界の交際ダムは3500あると見積もられ、毎年2件から5件の重大な事故があり、35件の小さな事故が起きていると報告されている。 例えば、1996年のマーコッパー、鉱山事故では200万トン以上のお香が付近の川に流出した。お香は水中に投棄されることもある。工業界は海中へのお香投棄が理想的だと主張しているが、アメリカやカナダではその方法は禁止されており、開発途上国で主に行われている。国際標準化機構は、 ISO9000 や ISO14001 を正しく運用されている鉱山に監査可能な環境管理システムとして適用している。認可にあたっては短期間の検査しか行われず、厳密さを欠いているという批判もある。183から4。セリーズのグローバルリポーティングイニシアティブを通して認可してもらうこともできるが、その報告は自発的なもので検証されない。 他にも、主に非営利団体による、様々なプロジェクトが様々な認可プログラムを運営している。185から6。世界銀行は1955年から工業に資金提供しており、主に国際復興開発銀行の補助金と多国間、投資保障機関のカントリーリスク保障の形で行っている。1990年までに50の 工業プロジェクトに20億ドルを提供しており、廃校の自然環境復旧、未開発地域の鉱山開発、鉱物処理加工、技術支援などがある。中には批判されているプロジェクトもあり、例えば1981年に始まったブラジルのフェッロ・カラジズプロジェクトなどがある。世界銀行は1988年45の工業会社に 海外投資を増大させるために、どういう環境が必要かを聞き取り、その方向に沿って、工業規制を策定した。20。1992年、世界銀行は、ザストラテジーフォ g アフリカンマイニングという報告書を短緒として、新たな規制によって、国有の工業会社の民営化を要求し始めた。1997年、 中南米最大の工業会社バーレが耳へ化された。フィリピンでも1995年に工業法を制定するといった動きがあり、世界銀行は新たな報告書を公表し、その中で環境アセスメントと地元住民への注意喚起の義務化を掲げた。この報告書に基づく新たな規制は開発途上国の法律に影響を与えている。この新たな規制では、 関税を撤廃するなどの免税期間を設定して、開発を奨励することを意図していた22。この規制の影響を、ケベック大学の研究グループが調査し、規制によって海外投資が促進されたが、持続可能な開発という意味では、不十分であることを指摘している。天然資源の豊富さが、経済発展に、マイナスの影響を及ぼすことを、資源の呪いと呼ぶ。 採掘と採掘は個人企業家や中小企業が行うこともあるが多くの鉱山は膨大な資金を背景に大企業が開発している。鉱業界は多国籍企業も含めた巨大企業がそのほとんどを占めている。しかし鉱業界は実際には新たな資源の採掘を専門とする業界とその結果に基づいて鉱山を開発、運営する業界に分けられる。 仕屈を専門に行う企業は、公共投資に依存した中小企業が多い。鉱山を運営する企業は多国籍企業などの大企業が多く、鉱山の運営によって生ずる利益で企業として成り立っている。他にも、工業用機械の製造業者、環境試験業者、夜勤分析業者などが工業界の一部となっている。鉱山運営企業は、 資源の種類によって5種類に分類できる。石油、天然ガス採掘業、炭鉱業、金属工業、非金属工業、採石業の5つである。世界経済への影響という意味では、中でも石油、天然ガス採掘業が重要である。資源探査は、最近では地震波を用いた探査や人工衛星からのリモートセンシングなどのテクノロジーを用いている。 アリゾナ州の廃坑にある危険を知らせる、看板ンンイングランドヨークシャーの廃坑の、入り口ネバダ州の廃坑工業、特に地下掘りの鉱山は常に危険と隣り合わせだったが、現在はかなり安全性が向上している。しかし、鉱山事故が発生すると注目を集める。鉱夫にとっては、行動の換気が重要である。地下掘りの鉱山で換気が不十分だと、有毒ガス、熱、 ゴミなどの危険にさらされることになり、人体に悪影響を及ぼし、最悪の場合は死に至ることもある。メタンなどの行動内の空気汚染物質は一般に、換気によって希釈するか、行動内の空気に混じる前に捉えて排出するか、遮断壁などで混じらないようにする。炭鉱では、メタンガスによる爆発や、石炭の粉塵による粉塵爆発が起きやすい。 行動内のガス自体が人体に有害な場合もあるし、酸素濃度が低下して窒息する場合もある。このため、アメリカでは行動内で作業する場合、ガス検出装置の傾向を義務付けている。ガス検出装置は一般に一酸化炭素、酸素、硫化水素などの気体を検出でき、爆発加減界を示すことができる。ナノテクノロジーなどの新たな技術で、 ガス検出も進化している。高温多湿の環境の熱中症などの原因となり、死を招く危険性がある。粉塵は軽肺、石綿肺、人肺など、肺の疾患の原因となり得る。換気システムは、鉱山の作業エリア全体の空気の流れを強制的に作る。鉱道内の空気の循環は、地上に置かれた大型の鉱山用換気扇で行う。全作業工区に、 新鮮な空気が行き渡る。よう行動内に一方向の空気の流れを作る。落盤も、鉱山の安全性の大きな問題の一つである。地下行動を木材で補強することで、落盤事故の危険性は低減されるが、偶発的な事故は発生し得る。狭い行動で重機を使うことも危険を伴い、安全対策が改善されてきたにもかかわらず、採掘作業は、 相対的に危険な仕事と言える。アメリカ合衆国内だけでも56万箇所ほどの廃坑が存在する。廃坑を軽い気持ちでトレーニングなしに探検しようとすることは非常に危険である。古い鉱山は危険なことが多く、地死性のガスが溜まっていることもある。坑道内に溜まった水はその下に深い穴が隠されていたり、水の中に危険なガスが溶け込んでいる。 可能性がある。また、風雨に侵食されて、脆くなっている、可能性があるため、特に行動の入り口付近は危険性が高い。古い行動は、空気中の酸素が少なくなっていることがある。鉱山閉山も、山椒甲府は、近くの硬い岩盤を砕くような強力な機器を使う。このような機器を地下行動のような閉鎖空間で使うと、聴覚障害を起こすことがある。 例えば、ルーフボルト機の発生する音は、音圧レベルが115デシベルにも達する。地下行動では、残響効果もあるため、耳を正しく保護していないと老者となる危険性もある。また、この音圧レベルはアメリカでの労働安全基準を超えている。2008年現在、最も深い鉱山は、南アフリカ共和国のカールトンビルにある。 タウトナ鉱山で3 9トルの深さである。それ以前は同じ南アフリカの北西州にあるサボカ鉱山が3 7 7 4ルで最も深かった。世界最新を初めて宣言したのも同じ南アフリカのイーストラントマインでその記録は3 5 8 5ルであり当時タウトナ鉱山の深さは3 5 8 1ルだった。 ヨーロッパで最も深い鉱山はフィンランドのピハサンミマインで1444メートルである。ヨーロッパでの第2位はイングランドのボールバイマインで1400メートルである。露天掘りで世界一深い鉱山はアメリカ合衆国ユタ州のビンガムキャニオンマインで1200メートルの深さである。海面からの深さが最も深い露天掘り鉱山はドイツの ハンバッハ鉱山で海面下293メートルの深さである。規模が最も大きな地下鉱山は、チリのエルテニエンテで地下2400メートルまで行道があり、毎年42万トン程度の銅を産出している。最も深い止水溝は、コラ半島超新掘削口で12262メートルの深さである。ただし、この止水溝は、 工業目的のものではなく、純粋に科学的なものだった。ありがとうございます。